小竜影光は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀である。日本の国宝に指定されており、国立文化財機構が所有、東京都台東区にある、東京国立博物館が所蔵する。国宝指定名称は、立命美全国おさふね銃影光現行2年5月日。鎌倉時代後期の美全国で活躍した、おさふね派の刀工である影光によって作られた刀で、ある。 影光は、同派の代表的投稿である長江のことされている。昭流影光は、作刀数が少なく名刀揃いの影光の、作品中でも白尾であると、刀剣研究家の佐藤寛山は評している。昭流影光の名前の由来は、元に、小ぶりの栗から流の彫り物があることから名付けられた。楠木正重の博士であったという伝説があることから、南高影光ともいう。 また、彫り物の竜が、葉ばの下から覗いているように見えることから、覗き竜影密と呼ばれることもある。かつて、楠木正重の博士であったと言い伝えられ、その他、までの工事藤ふが楠木正重に送ったとか、豊臣秀吉が徳川家康に送ったという伝説もあるが、福永は極めて疑わしい説として扱っている。天保年間頃、とある。 大阪の刀屋が河内の農家にあった楠木正成の博士という売り文句で江戸の本阿弥家に折り紙を依頼したが本阿弥家は疑わしいとして取り合わなかったところが帰る途中の刀屋を江戸幕府の大官中村里下優が三島まで追いかけて行って買い取った中村氏を高下三年に阿弥屋という刀屋が購入長州藩毛利家に売ったが もう年家は、本阿弥家の折り紙が出なかったという話を聞くと、返品したきたので、代わりに御用御用の山田麻上もに吉政に売った。後下四年、吉政の義兄邸の庭の特造を召し抱える条件で、幕府大老の井い直明に渡り、その後を継いだ井い直助が所持していたが、直助が安政7年3月3日に、桜田門外の変で暗殺されると、三輪も、 解雇されたため、この刀も山田家の元に戻った。明治6年に山田家より、当時の東京府知事の大久保一王を介して、宮内省に献上された。なお、山岡鉄舟が買って献上したという俗説があるが、これは誤り。宮内省献上後は、明治天皇がサーベル形式の軍刀しらいの改装を作成させ、自ら廃用したという伝説があるが、 佐藤勘山はこの伝説を支持し、福永水賢は明治天皇廃用は御殿であるとするなど、専門家でも意見が分かれている。第二次世界大戦後に東京国立博物館に移管された。期間管理番号は、マイナス -130。昭和24年2月18日に、当時の国宝保存法に基づく国宝に指定され、昭和27年11月22日、 文化財保護法に基づく国法に指定された。2011年11月、東京国立博物館にて撮影2018年1月、東京国立博物館にて撮影賞。竜影光は、後生に磨く上げがされているが、なお腰反りが高い。私鉄は昭晩目肌と呼ばれる、細かく目のつんだものであり、乱移りが鮮やかに立つ、刀剣用語で長寿に、 こたいの目混じりなどと呼ばれる変化の多い波紋を焼いている波長は73.93センチメートル反り3.03センチメートル中方元幅2.94センチメートル先幅2センチメートル茎は6センチメートルほどすり上げてある名は肺氷に美前国をサフネじゅ影水肺裏に現行2年5月日とあり現行2年の作であることがわかる 江戸時代末家を代表する闘魂の小山総司による写しもあり、現在のすり上げ姿を写したものと、元の初武家に復元したものの二振りがある。東京国立博物館に関されるまで本物は、宮内城から門外不出だったため、佐藤観山ですら胸継ぐの写ししか見たことがなく、後に本作を見て、出来に驚いたことが語られている。ありがとうございます。